ちは。小島亜美です。アクチャーズスタジオのスターゲット校から来ました。よろしくお願いします。ソロでまずはい、あ、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、入りました。はい、よろしくお願いします。では今日はとちょっとソロで3曲ちょっと長いんですけど、よければ聴いていただけたらいいなと思います。それでは1曲目聴いてください。君の知らない物語。Yeah.
安嶋亜美です。そうですね、今日あとアクターズ、いつもはアクターズスタジオのスターゲートコートというところで、ライブだったりレッスンだったり頑張ってるんですけど、やっぱあれですね、初めてましてな方もたくさんいらっしゃってぜひ、この機会に、今日の機会にですね、なんですか、そうね、名前、アクターズの名前とか、あと安嶋亜美の名前とかいろいろ覚えて帰っていただけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではですね、続けて2曲聴いてください。リサさんの Now and Future と Ignite。イメージを明日の向かいにずっとずっと描いて、今僕は手を伸ばして取り戻せない言い訳と素直になれずに貫いた嘘つき、それでも君が優しいから、じっくり痛みで一つだけ分かったよ、変わらない疑いだって振り払って、僕だけ信じ続けてくれる君を裏切りたくないから、壊したい声にして、今日がきっときっと始まりだってさ、僕の運命をここから、誰かが後ろに刺して、何度何度朝笑っても、僕は迷わない。 What's a mistake? No idea how to change it myselfOnly today, every day。 大体の人が描く当たり前みたいな日は、そうそうに距離を失った、平らなのなのな、大胆に思い描く僕がなりたい日は、堂々と胸張るから追いかけさせて、迷わ
でした。それでは聴いてください、ディスコティック。ブログなど SNS 等々やっておりますので、ぜひアクターズスタジオで検索して、この後ちょっとポチポチっとフォローとかしていただけたら嬉しいなと思います。私今、14歳なんですけども、ちょっと久しぶりに2年ぶりぐらいに今日は七様縛り載せてるということで、はい、それでは次の曲聴いてください。パワーゲート。
はい、アミです。モモカです。モアモアです。よろしくお願いします。はい、さっきからも言ってたんですけど、私たちアクターズスタジオから来ました。ダンスや歌や演技などを頑張っています。頑張ってます、はい、ね、ということでね、そこでやらせてもらってる、そのなんて言いますか、ユニットがモアモアなんですって言うんですけど、まあ、よろしければモアモアのことも覚えて帰っていただけたらいいなと思ってます。はいね、それでですね、ちょっと次歌わせてもらうのが東京女子流さんのひまわりと星くんっていう曲なんですけど、まあ、多分知ってる方もいるかもしれないんですけど、こうなんていうんですか、手をこう、ね、そう振りがくるくるするところがあるんですけど、いや、よろしければこのね、ノリのいい皆さんにやっていただきたいなと思ってるんで、恥ずかしがらずに自分を捨ててこう回していただけたらなと思います。やってください、お願いします。はい、じゃあね、早速いきましょう。それでは聞いてください、ひまわりと星くず。手のひらは揺れるひまわり、燃える太陽にかざそう、この気持ちは永遠だから、空いっぱいに咲かせよう。すいません、2曲ね、やらせていただくんですよ。ね、それでね、2曲、ね、ちょっとスタンドマイクなしで、ね、聞いていただきたいなと思います。それでは、聞いてください、キュートさんのラブテイクイットオール。
Thank you.